ヨーロッパ企画は株式会社オポスが運営する日本の劇団及び企画集団である。主催は上田誠1998年結成。主催、上田誠の作、演出によるコメディにこだわった演劇公演のほかイベント企画、映像制作、テレビラジオの出演や企画構成など劇団という枠を超えた活動が特徴。演劇公演では、 結成以来一貫してコメディを上演し続けており SF やファンタジーの世界観を絡めながらも登場人物による日常会話を紡ぐ群像コメディや特殊な劇構造や仕掛けなどがある企画性コメディを上演している。京都にある上田聖火を拠点とし東京、大阪をはじめ日本各地で活動する。特に2005年に代表作。 サマータイムマシンブルースが映画化されてから人気が上昇し、2009年には曲がれ、スプーンも映画化された。2012年の舞台、ガツとスイートスポットでは、拙者、ムニエルより、加藤圭、劇団、ドロより、も月づやヤが客演として参加し、舞台表現の幅を広げている。役者メンバーもそれぞれスタッフワークを兼任する。下記に挙げたメンバー以外にも制作担当の、 専任スタッフが多数いる。ヨーロッパ企画の本講演に関しては原則として役者メンバーが全員出演。また、下記に挙げたメンバーは基本的に公式サイトのメンバーページに掲載されているが、黒木正弘はヨーロッパ企画内の派生ユニットである黒木組としての活動がメインということもあり、公式サイトのメンバーページには掲載されていない。 主催役者メンバー制作メンバー、黒木組、兄弟の石垣に立て看板をするのが、同志社小劇場時代からの恒例。第17回公演、平凡なウェイヨーロッパ企画の演劇公演は、現在は本劇団による本公演と本劇団内の派生ユニットであるヨーロッパ企画家手によるプロデュース公演を上演している。現在は、おおむねねに1回のペースで上演。 上田誠が全公演の脚本と演出を手掛けている。かつては全て小劇場での上演だったが、現在は全て中規模以上の劇場やホールでの上演となっている。1の印がついたものはヨーロッパ企画により DVD 化されている公演であり、2の印がついたものはは、DVD メーカーが販売元となっている公演である。下記の DVD の項目も参照。 本公演で、上田誠の文芸助手を務める大利道博が、全公演の脚本、演出を手掛けるプロデュースユニットで、2009年以降、大胸年1、2回のペースで上演している。長野宗則の脚本、演出、出演による、長野宗則不条理劇場として、巨業が2011年1月に、劇野郎が来る、が2012年5月から6月にそれぞれ上演。また、 スワ・タダシが脚本、演出、制作を手掛けたオリジナルミュージカルであるスワ・諏訪ミュージカル企画、夢、鴨川歌合戦が2014年3月に上演された。演劇公演映像をメインコンテンツとし、公演の舞台裏や副音声、映像作品、イベントでのコント映像など、複数の特典映像を加えてリリースする。最近では演劇公演に加えて、 ヨーロッパ企画の暗い旅など、ヨーロッパ企画が手掛けたイベントや、テレビ番組の DVD 化にも力を入れている。他に、サマータイムマシンブルース2 0 0 5曲がれ、スプーンは、ポニーキャニオンが販売元となっている。これまで、サマータイムマシンブルース、曲がれ、スプーンといった戯曲の映画化や、主催の上田誠が映画やドラマの脚本を手掛けたり、 劇団員が各自ショートフィルムの監督を務めるなど、映像制作にも注力してきていたが、2019年10月14日、第11回下北沢映画祭で劇団初の長編オリジナル映画の制作を発表した。これまでに開催されたイベント現在、放送中放送終了 CM 現在、放送中放送終了。ありがとうございます。